埼玉県危機管理防災センター。埼玉県危機管理防災センターは、埼玉県埼玉市浦和区にある施設である。埼玉県庁危機管理課が入居する。大規模災害発生時には、災害対策本部が設置される。埼玉県庁に隣接する上尾市に移転した、埼玉県立武道館の跡地に、大規模災害に対応する拠点施設として建設され、2011年に、 解説された。首都直下型地震などに対応する災害対応専用庁舎として、都道府県で初めて免震構造を採用した2階建てとなっている。本来2011年3月14日竣工し、解消する予定であったが、3日前の3月11日に、未曾有の東日本大震災が発生し、県内でも多くの被害が出たことから急遽3月11日から、 施設の使用を開始した。広さ500平方メートル350名を収容できるのをオペレーションルームがあり、自衛隊、消防、埼玉県警察が集結し災害への対応が行えるようになっている。また、本部会議室には230インチの大型映像装置が設置され、県警や自衛隊、防災ヘリコプターからの災害映像を映すことができる。近隣には、 埼玉市の危機管理拠点施設である、埼玉市危機管理センターがある。ありがとうございます。